カマイナス -226 モスクワ民警のカマイナス -2262008 年撮影カモフカマイナス -226 セルゲイはロシアの小型創発多用途ヘリコプターである本機の特徴は通常の客室にだけではなく様々な設備や機器が利用できるようにした交換可能なミッションポッドであるカマイナス -226 は2002年に運用に入った カマス二百 -226 は、カモフカマイナス -26、カモフカマイナス -126 と同系統のため、この3機種は、フードラムという同一の名とコードネームを持っているが、カモフ自身のカマイナス226の名称は、セルゲーである。成功作である、カモフカマイナス26のターボシャフトエンジン搭載型であるカマイナス226は、最初1990年に発表された。 元々は、ロシア非常事態省の要求に応じて開発され、1997年9月4日に、初飛行した。2003年10月31日に、ロシアの輸送カテゴリー AP-29、A と B の認証を取得し、ウクライナ、ザポロージエ州のモーターズ一飛車で生産に入った。設計は、実績のあるか -26 を洗練して、 交換可能なミッションポットを備えたものであり、新しいローターと視界を拡大した機種に新たに設計された客室を持っていた。カマイナス226は大部分が複合材でできており、新しいトランスミッションも備えていた。カマイナス226は、カモフのトレードマークである先進的な設計の同軸反転式ローターを備え、これにより高い運動性を確保し、 テールローターを不要としている。ロシア非常事対象向けに捜索救難、航空救命、災害救助、パトロール用のモデルが、ロシア政府向けには、救命搬送、警察、消防用が開発された。ミッションポットを外したか -226。ありがとうございます。